はい、皆さんこんにちは、イヤホンのりょうたです。今日はですね、音響さんの初の高音質スマートフォンの発表会にやってまいりました。今表参道ですね、ちょうど発表会終わったんですけれども、今回発表されましたのが音響さんの、ハイレゾ対応の高音質スマートフォン、こちらです。じゃじゃん、グランビートという製品ですね。こちらの型番が BP-CMX1 っていう型番です。ちょっと今画面が光ってるんで見にくいかもしれませんが、パッと見はですね DPX1A にちょっと雰囲気が似たような金属の削り出しのボディを持ったスマートフォンです。SIM フリースマートフォンで、SIM のスロットをなんと2つ持っておりまして、内蔵のメモリーは 128GB、 さらに、マイクロ SD カードのスロットを1つ持ってますので、そちらに、プラスで、もう1枚カードを足すことができるという仕様になってます。で、クオリティ、音質クオリティに関しましては DPX1A に引けを取らないクオリティを持っているということで、もともとのコンセプトが音のいいプレイヤーにスマートフォンの機能を持たせるというのが目的になってますから、今までの考え方だとスマートフォンの音を良くしようという考え方のものが多かったんですけれども、こっちは逆でプレイヤー、既にあるプレイヤーにスマートフォンの機能を持たせるというのが目的になってますから、スマホ史上最高音質を歌っている製品となっております。DPX1A を持っている方であればですね、もう全くこの導入問題なく、音質のクオリティも非常に高いものを持っております。UI もインターフェースもほとんど DPX1A と同じく Android を採用してますから、操作性に関しても非常に優れたものを持っておりますので、もう音楽を聴くのに非常に特化した性能を持ったスマートフォンということになっております。今流行りのですね、 SIM フリーの SIM を挿すことができますから、自分の好きなキャリアの SIM を使って安く通信もしつつ、いい音を聴くというようなこともできます。はい、もちろんあの DPX1A と同じくですね、バランス端子もついてます。いわゆるフルバランスの回路設計になってまして、さらにやっぱりその通信をする端末になった以上は、電波が発生させるような、電波ノイズといったものが心配されるところなんですけれども、これはなんと今、特許出願中ということで、そのノイズをですね、通信ノイズを、遮断するようなシールドの機能っていうのが中に備わっているということですので、いわゆる電波の受信、送受信をしながらでも、普通のプレイヤーと変わらず高音質を楽しむことができるという仕組みになっているそうでございますので、こちらの、グランビート、型番覚えられない DPCMX1 という製品、こちらは2月下旬発売予定。お値段がですね、オープン価格ということになってますけれども、一応報道発表では84,800円ぐらいじゃないかという話になっておりましたので、気になる方はですね、これから2月下旬に向けて予約とかも開始されると思います。なんとイヤホンでも初のスマートフォン、これ取り扱いということになりますので、ぜひ、イヤホンでご予約していただければと思います。よろしくお願いします。以上、表参道からイヤホンのりょうたでした。バイバーイ。